岸田康介、岸田康介、1894年から1954年6月3日は日本の都市計画家。昭和初年から十数年間、内務省都市計画家、第二技術係主任技師として都市計画の指導的地位にあり、昭和教皇による中で市街地建築物の地方都市への普及と法令の整備を図った。 一例として1931年の用途、地域性の内容の近代化と1938年の住居、工業両専用蓄積と容積率による空地蓄積の導入、道路の最小幅員の拡大等は現行の建築基準法の基礎をなすとされる。標庫圏に生まれる。1918年に東京帝国大学工学部建築学科を卒業後、 一時期陸軍に勤めたが、都市計画法と市街地建築物法の施行に伴って1920年に兵庫県内務部都市計画課に入る。翌年、警察部建築課長に就任した。1923年の関東大震災後、帝都復興委員後に内務省復興局議士となる。1924年内務大臣、官房都市計画課に移る。 行政官としてはかなり堅実慎重である一方、この時期から日照に関する研究を手掛けるなど、非常に先見的着想を備えていたとされる。開催予定だった1940年、東京オリンピック計画での選手村から、分譲住宅団地への転用や、三陸地方の津波対策としての海岸防波堤に変わる。 組み立て式型枠による鉄筋長屋建て漁村民住宅なども知られ、満州国で内田正蔵らが中心となって大道都市計画と共に手掛けた満州開拓村モデル計画にも携わる。1939年に交付される防空建築規則は岸田の手による、同年発足の防空研究所所大所長にも就任する。1942年の退官後に、 当は工業学院長になり、上海に赴任したが、終戦前に帰国する。太平洋戦争後は1948年から、日本損害保険協会の理事や火災技術部長を務めた。この時期、都市の対価危険度評価の手法などを研究開発し、都市の防災不燃化にも大きな貢献を果たす。この研究成果を論文にして、東京大学より、 工学博士の学位を授与されたが1954年6月に死去した。ありがとうございます。